2020年の12月23日です。楽天から出ているですね、実質0円ポケット Wi-Fi ルーターの、まあ、いわゆるパンダルーター、今続々とですね、注文した人たちに届いているようです。ですが、まあ、一部の方はですね、SIM だけ使うよ、本体はいらないよ、 Wi-Fi ルーターはいらないよということでしょうか。メルカリの方にですね、いろいろありますけど、メルカリの方にも出品されているようです。そういうことで検索をしてみました。メルカリはここですね、ポケット、楽天 Wi-Fi ポケットで検索してみますと、いろいろ出てきますね。今12月23日の午後の現在では、こういうぐらいにまだ、売れてしまったものもすでにたくさんあるようですね。すでに出品されてですね、売れてしまったものがソールド下の方に並んでおりまして、ピンが続々されているようですので、まあ、ゆっくり、今回ですね、キャンペーンに申し込みはしなかったけれども、この、パンダルーター、かわいいですけども、イラスト付きのですね、パンダルーターを手頃なですね、ポケット Wi-Fi ルーターとして、 SIM フリーのですね、ポケット Wi-Fi ルーターとして欲しいという方はですね、こういう、まあ、オークションサイトの出品もですね、チェックされたらいかがでしょうか。今日現在見ているとですね、だいたい5000円前後で出品されて落札されていってるようですね。まあ、中にはですね、こういう、3800円とか4800円とかっていうのもありますが、こういう5000円とか5500円とか、そこら辺はちょっと前後しているはいるようですが、だいたい5000円前後で今は相場で売られているようです。このチャンネルではですね、今後もこの実質ゼロ円のですね、ポケット Wi-Fi のルーター、パンダルーターの、まあ、小技とかですね、そういう気づいたことがありましたらお知らせしていこうと思っています。5000円を切る価格であればですね、キャンペーンに参加せずにですね、見送っていた方もですね、お試しにはいいのではないでしょうか。結構バッテリー交換式で、しかもですね、3000mAh の容量がありますので、まあ、そこら辺のスマホよりは、テザリング使うにしてもですね、持つと思いますし、いろいろですね、設定もスマホ以上にですね、テザリングに関しては、設定することもできますので、まあ、これは今後ですね、ご紹介していこうと思いますけれども、興味のある方はですね、こういうオークションサイトもですね、メルカリとかですね、ヤフオクとかいろいろありますけれども、そういう場所もですね、チェックされてはいかがでしょうか。参考になると思った方は、いいねボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いします。では。